漢中西軍山を制した劉備の聖望は、劉備は旧敵を孫悟と見定め、止められなかったか。ええ、やはり関羽殿は殿にとって特別なお方。呉は天下を争う敵とはいえ、私憤で起こす戦に大義はない。ですがこの選択こそ実に殿らしい、そうも思えるのです。うん、確かに大義を超えて人足らんとするところに殿の人徳はあるのかもしれん。ならばこそこの天下には殿が必要なのだ。たとえ今一時殿の大義が曇ろうと。ええ、希望の光は私たちが守るのです。雲長の恨み、何としてもこの手で晴らす。ルービーの本体が発火したよ。
バリア、私たちの劉備殿の活動を始めた。仕方ありません。赤兵八陣を撃ち、焼き上げたちの全力で行くぞ。赤兵八陣を
私たちの勝利だ。雲長、見ていてくれたか。雲長よ、私は間違ったのだろうか。いや、自らを過信していたのか。陣を掲げ、その実城で兵を起こす、そのようなものか。私はならば、ここで歩みを止められますか。殿が大使をお捨てになる、私たちに止めることはできません。されど、殿の中にまだ願う未来があるならば、どうか立ち上がって前へと進んでください。殿が前へ進む限り、超支流の槍は道を切り開きましょう。厳しいな、超運。ありがとう。